なんかさっきは人がすごく多かったんですけど、この辺には人がいない。やっぱ自分の旅行って散歩する動画になっちゃうんですよ。散歩散歩。ちょっと待って、 1.8 キロ、え、30分でも3時間でも30時間でも、私はバスより歩くのが好き。ラッキー、ラッキーだー。あー、ここ金沢病院なんだ。でもここどうやって通ればいいの？誰かがいらっしゃったら一緒に行くんですけど、これどうやって、え、これから私が行ってるところはあそこです。金沢の図書館。なんか日本に来て図書館行ったことなかったんで、でもちょうど調べてみたらすごく良さそうな図書館があったんですけど、すごく気になってちょっと行ってみようかと思ってるんですけど、今なんか美味しいうどん屋さんが、めっちゃ美味しそうなうどん屋さんなんですけど、今お腹いっぱいなんで、あった、ファミリーマート。あ、あそこ。あ、すいません。いましたか？優しいな。急にいなくなって、どこにいたのかなと思ったんですけど、優しい方。おー。ここどこ？これは何？ストロベリーピザ屋さんだ。チェーン店なのかな、ストロベリー。うわ、ディープ。お、タバコ吸えるところある。こういうところで吸うためにはなんか買って吸うのがマナーだと聞いたので買いました。でもカバンの中に入らないけど、図書館行くため歩いてるんですけど、たこ焼きのお店があるんだ。うわぁ、しらす。うわぁ、たこ焼き。なんかいつも思ってるんですけど、いつかリヨンのこういう静かなところで住みたい。すいません、あの金沢図書館ってどっちですか？県立図書館ですね。あ、はい、こっちです。あ、すいません、ありがとうございます。ここだと思ったらあっちだった。あ、聞いてみてよかった。うーわー、着いたー、日本の図書館。おー、
세심한 부분? 마을 강가했대 소였대 히토타치가 전도 소았대 마지메니 홍무 오메르 연구 그리고 새끼토카모 스키타모 이름이 스보이시 아노 고유 오샤레나 인테리어데 야빠 한국도 쿠라레타리 쓰는데스요네? 지문가 우마레타 군인한데 서울은이모 군이 뭐 유명한 도서관 아るんですけど, 거기는 뭔가 본을 読める そういう 感じじゃなくて, 그냥 뭐 외지니 있대, 뭐 한국인도 있대. 본 読むというより 사진 찍って 終わり. 나는 좀또 うるさいし, 막 한국인의 僕も そこが 도서관とは 思わなかったです. 나는데 この前 お母さんに ここ 도서관ですか? とか 聞いてたんですけど, 분위기も 違うし. めっちゃ静かだし、なんか石川県の金沢に来る方がいたら、この図書館来るのは絶対おすすめ。こういう本を読めるような環境で、はい、日本になんか作家とか漫画とか書く人がもう世界一 だと感じてました。これは本当にすごい。皆さんも本当に来てほしい。絶対おすすめ。これは本当おすすめ。本当に。こうやって金沢駅からバスもあるんで、すぐ目の前まで来るので14番でございます。14番。